まあ、皆さん知ってると思うけど、日本でもめちゃくちゃ下がってきたわけやね。もうめちゃくちゃ下がったわけよ。30年前の日本ってもうめちゃめちゃこんなんやったわけよね。もうバブルだなんだかんだすごい。とんでもないぐらい日本って儲かってすげえドカ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 みたいな感じだったけど、今もうガガ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 ガやん。ね。次の産業に手出すしかない。これ、制したらバーッコロに行くと思っちゃうね、俺日本。だけ、絶対に国力を上げるために合法化するべきと思う、俺は。だけど俺はそう思う。本当に国力を上げるためにやるべきと思う。うん。これ言っていい情報かわからんけど、ちょっとあれやけど、めちゃめちゃ作ってバーゴン売っとく国とかっていくらでもあるけん、そんなもう日本ぐらいじゃない方だろってなった時にさ、どうやって勝つ、そんなんどうやって勝つ、今のうちやで、うん、今のうちやで勝つの。社長0829さんから質問。社長が日本のルールを一つだけ変えれるとしたら何変えたい、理由もどうぞ。政治的な意味よね。社長が日本のルールを一つだけ変えれるとしたら何を変えたい。大麻合法化じゃない。うん、最近銀太さんが住んでらっしゃるタイとかはもう合法になったよね。大麻がアメリカも州によってはもうバンバン合法になっとうし、でも俺の世代的に言うとそれはもう超びっくりなわけよ。だってもう薬物やったけんさ、もう本当に道徳の時間で薬物と一緒にコカイン、ヘロイン、シャブ、LSD、HDMA じゃなくて、なんかその本当にもうそういうのと一緒に大麻ってなかなかだったけん。一番最初にね、6年前ぐらいかな、オランダが合法って聞いた時はひっくり返ったし、その後アメリカも合法とかウクライナも合法って聞いた時はひっくり返ったし、タイが合法になるらしいよって聞いた時は嘘だろお前、そんななるわけないだろお前、ヨーロッパやアメリカがだってもうアジアになるわけないじゃん。だったよつい先月で、興味はめちゃめちゃあるけど、本田圭佑さんと対談した時にもめっちゃ喋ったんやけど、めっちゃ未来がある仕事やん。だって YouTuber が今一番人気あるけど、10年前この仕事あったないやん。ね。お酒も違法やった時があるわけよ。お酒飲んじゃダメですよっていう、違法な国もあるしね、未だに。パキスタンとかお酒飲んだら逮捕されるし、国によってお酒すらダメなところもあるけどさ、余裕で。まあ、インドネシアもそうや。インドネシアは法律的にされたわけじゃないけど、ダメなわけよ。みたいな感じで、ってことはで、体に悪くないっていうのも証明されとうし、うん。むしろお酒の方が100倍体に悪いって出とんのよ実質。だけ体にも悪くなくてお酒みたいに上楽しくなって、で今違法やったものが合法になるわけやん。これはめちゃくちゃビジネスチャンスあると思うじゃん。で、まあ、皆さん知ってると思うけど、日本でもめちゃくちゃ下がってきたわけやんね。もうめちゃくちゃ下がったわけよ。30年前の日本ってもうめちゃめちゃこんなんやったわけやね。もうバブルだなんだかんだすごい。日本にあるお金で世界中の何割の土地を買えるんじゃないかとかやったり、世界の企業ランキングトップ100のうち3分の1が日本やったりとか、とんでもないぐらい日本って儲かってすげえドカ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 みたいな感じだったけど、今もうガガ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 ガやんね。次の産業に手出すしかない。でアメリカバコン上がっとるけど、アメリカは何を制したかって、ネットを制したやん。 Google とか Twitter とかやったり、 Facebook とか Amazon とかやったり、ネットを制したわけ。アメリカは世界中のネットサービスバーン制したけ、今の時代ドッカン来れたわけや。じゃあ日本がなんで30年前バコン行ったかっていうと、ちょうど戦争物を買う時代やったわけよね。その時に日本の技術がめっちゃいたわけよ。冷蔵庫とかソニーとかさ、車とかさ、洗濯機とかさ、みんな買うやん。で、洗濯機2個も3個もいらんやん。けど、なかったけん。買うわけよ。まあ、その時に日本、ベーベーってわけよね。でももう家具みんな持っとやん。いらんやん。ね。だけどもう家具はこうなるで、ね、自動車ももうみんな持ち始めたらね、もういらんやん。ネットを言わせしたものが、ブワーカーン来たわけやんね。ブワーよ、ほんとに。じゃあ次、今大麻合法なっとる。これ大麻制したら、ブワーカーン行くと思っちゃうね、俺日本。だけ、絶対に国力を上げるために合法化するべきと思う、俺は。別に日本で吸う人がおるのは嫌だっていう日本人がおるんやったら、別にもうじゃあ日本で吸えんでもいいけん、大麻産業やりって思う。日本で吸うのはダメやけど、輸出だけし、うん、そういう国あるよ。ある、どことは言わんけど、うん、これ言っていい情報かわからんけど、ちょっとあれやけど、大麻は禁止やけど、大麻めちゃめちゃ作ってバゴン売っとく国とかっていくらでもあるけん、そんな。だけど俺はそう思う。本当に国力を上げるためにやるべきと思う。うん、で今後ゴーってなって、もう日本ぐらいじゃない方だろってなった時にさ、どうやって勝つ、そんなんどうやって勝つ、今のうちやで、うん、今のうちやで勝つの、うん、チャンネル登録してね、チャンネル登録し、魔法毒、魔法毒、魔法毒。僕知ってるんですよ、あなたがチャンネル登録してないの。僕たちの管理画面にデータで出てるんですからね。半分はチャンネル登録してないんですよ。してくださいよ、チャンネル登録してくださいよ、お願いしますよ。なんでチャンネル登録しないの。そこのチャンネル登録ってボタンポチって押したら終わるじゃん。1秒で終わる。チャンネル登録だけポチって押してくれてから、もうそれでいい。本当に心からちょっとチャンネル登録してほしいです。今本気でいいよ。チャンネル登録者数が増えれば増えるほどモチベーションが上がって、面白い動画いっぱい作るけ、頑張りますよ僕。おめでとうございます。あー、お酒がうまいよ、酒がうまい。見てね。